はい、どうも、キトントンです。犬も猫舌らしい。まあ、今回そんな関係ないねんけど、式の与えて代入ということで、スタートントン。キトントン。今回は前回数学で文字っていうのを使うよっていうのをやったと思うんでな。それで掛け算の時とか割り算の時は省略できるよっていうルールを教えたと思うんでな。で、今回はなんで文字を使うのかっていうのを説明していきたいねんけど、文字っていうのは基本的には数字と同じ扱いをして、これから計算とか文章とかでも使っていくねんけど、それでちょっと数字とは違うところがあるよっていうので、前回のルールを教えてんけど、今回はだから文字が実際に文章でどういう風に使われるのかなっていうのを見ていく。じゃあやってく。アキトントン。はい、例えば一辺の長さが X センチの正方形の周の長さはとか問題で聞かれんねんな。こういう時に、文字を使ってそのまま表現しないとあかんねんけど、こういう練習を今回まずはちょっとだけやって、その後に代入っていう新しいことっていうのを教えたいんだけど、まずこれ、数字じゃなくて文字で出てきても数字と同じように考えて、正方形って言われたら、一辺の長さが全て同じ四角形やってんけど、こういう風に書いたとするやんか。そしたら1個 X センチっていうこと。じゃあ X センチが4つあるよっていうことで、周の長さっていうのは 4×X で 4X っていう風に書けんねんな。オッケー、つまり 4X センチっていうことが分かると。いける？これ、今いきなりこんな風に出したけど、ちょっと分からんわってなる人いっぱいおると思うんだよな。だからこういう時、文字が分からん時っていうのは具体的な数字で考えるといいと思うんだよ。どういうことかって言ったら、例えば一辺の長さが、5センチやったらどうなるかなとか考えたら、 X ここが5センチになるっていうことな。どういう風になるかなって言ったら、周の長さっていうのはみんな何ぼになるか今頭の中で考えれる？5が1、2、3、4個あるから、4×5 で20センチになるよねっていうのがわかると思うねんな。いける？じゃあ、他にも一辺が2センチやったら、1、2、3、4って2が4つあるから 4×2 っていう風になると、つまり、周の長さは8センチっていう風に出んねんけど、ここで大切なのは同じことしてるっていうのが分かってほしいねんな。一辺が5センチやったら 4×5、 一辺が2センチやったら 4×2 っていう風に、これ一辺のことを表してるの分かる？4×1 辺で周の長さが分かってるっていうことなのよ。 OK？ はい、 4×1 辺で周の長さっていうのが出るっていうのが具体的な数字使うとみんなできると思うねんな。じゃあ次、文字になった時も同じことが言えんねんな。さっきも言ったけど、文字っていうのはほとんど数字みたいなもんとして扱っていいよって言って。 OK？ じゃあそれ見た時に、一辺が X センチ、一辺が X っていうことやから 4×X になりますよねっていうこと。いける？それで、最初にも言ったし、前回の動画でも言ってるけど、文字っていうのは数字とちょっとだけ違うルール、新しいルールがありますよっていうルールの一つ、かけるっていうのを省略できる。だから 4x っていう風にかけるっていうこと。 OK？ つまり一辺の長さが x センチの正方形の周の長さは 4x っていう風に分かると。はい、で、ここでなんでこういう文字を使うのかなっていうのも分かっといた方がいいねんな。さっきも言ったように、この文字っていうのは具体的な数字で考えると分かりやすいって言ったけど、逆に言ったら、いろんな数字全部成り立つよっていうことをこの文字で表してんねんな。言ってること分かる？例えばこれっていうのは X が5に変わった時じゃない？ 4×5 って言ってるやん。この X が5に変わった時、これっていうのは 4×2、 X が2に変わった時やん。いける？これ数学的に言ったら x=5 の時っていうねん。これ x が5っていうことやな。 x が5の時20になんねんな。じゃあこれは x=2 の時なんよな。そしたらこの x が2に変わってるのがわかんねん。いける？ x=2 で、こういうこと。これな、 x を5に置き換えてるやろ。 x=2 って言ったらこの x を2に置き換えてるやろ。そういう行為を代入って言うねんな。
ってる。あと同じような問題4題やんねんけど、その後に代入の、練習とかもするねんけど、ただ単に文字を数字に置き換えただけです。入れてるっていうこと、それが代入だよな。で、なんでそういうことするのかって言ったら、文字っていうのは数字で一個一個書くめんどくさいから、もう文字でこうやって置いたら全部表せれるやんっていうのを教えてんねん。めんどくさいから文字で置いてるっていうことやねんけど、みんな文字で置くと逆につまずくねんな。はい。だから、週の長さはって言ったらもう 4x ってパッて出して、例えばこの正方形は x イコール2の時のことやでみたいな感じで言えるっていうこと。だから文字使う理由っていうのは全部で成り立つことを教えたいだけぐらいのイメージで大丈夫です。それを持ってたらこれから先の数学でまたいろんなところで納得すると思います。はい。じゃあ、こういう風に辞書を文字を使って表すっていう練習をあと4題だけやろうか。はいはい。次はこの2台、1本80円のお菓子を A 本買った時の代金っていうのを文字を使って表すのと、100円のボールペン A 本と50円の鉛筆 B 本買った時の代金を文字を使って表していきたいと思うんやけど、1本80円のお菓子を A 本買った時、これいきなりパって出せる人もおるけど、出せへん人は数字で考えてくれたらいいで。1本80円のお菓子をじゃあ2本買ったら何円になる？ 2 本やったら 80×2 するやんか。つまり2816の0っていう感じで出したり、3本やったら80円が3個あるからかける3するよねっていうことで8324みたいな感じで、その1本何円の円っていうのと本数をかけて表してたやん。だから80円のお菓子を A 本買った時って言われたら 80×A すんねんな。 80×A するってこと、つまり、80A っていう風に出すとオッケー。だから、答えは 80A 円です。オッケー。こういう風に、まあ、いきなりパッて出せる人はここ 80×A イコール 80A っていう風に出していいから、はい。まだ文字難しいなっていう時は、1本やったらどうなるかな、2本やったらどうなるかな、3本やったらどうなるかな、じゃあ A 本やったらここが A に変わるんかなみたいな感じでやってくれたらいい。で、答える時の単位っていうのは基本的にはカッコつけると思っといて、ならないとなんかこんがらがるぐらいのイメージで大丈夫です。今回円やから別にカッコつけなくてもいいかもしれんねんけど、例えばキログラムとかやったらさ、 80A キログラムみたいな感じで、なんかアルファベットいっぱい出てきて、あのこんがらがったりするから、基本的に単位の方にカッコつけるかなって思います。はい。逆の場合もあんねんけどな、まあそれは置いといて、とりあえず次、じゃあ100円のボールペン A 本と50円の鉛筆 B 本買った時の代金、これ同じような感じで本100円ってこと、いける？じゃあ100円のボールペン A 本っていうのがまずなんぼになるかなっていうのを考えてほしいんだよな。100円のボールペン A 本っていうのは、これはまずは 100×A 円やな。つまりこのかけるっていうのを省略して 100A 円になると思うねんな。いける？じゃあ次、50円の鉛筆 B 本っていうのがどうなるかなっていうのも考えてほしい。これっていうのは、同じように考えて 50×B っていうことで 50B っていう風になると。 OK？ そしたら代金はって言ったらこの2つを足したやつです。 100A 足す 50B かっこ円っていう風になると。 OK？ これはこのまま置いといてください。この2つを足したやつが答えっていうことで、この足し算、文字の足し算はこの後の動画とかでやるから、そこまでちょっと待っていてください。とりあえずこの2つを足したら、合計の金額出るよねっていうのが分かると思うんだな。例えば、ボールペン1本と鉛筆1本買ったとしたら100円と50円、その2つ足して答え出せん、100足す50みたいな感じだな。それを今書いてるっていうだけです。はい。ここまで大丈夫かな。じゃあ次の2問が、また難しくなっていくんねんけど、やっていくか。アキトントン。はい。この2台な、時速 Skmで 50km の道のりを走ったのにかかる時間っていうのと、定価 X 円の商品を2割引きで買った時の代金はです。難しそうですが、なんで難しいのかっていうと、これ文字関係なく、みんな時速とか割合とかが苦手な人が多すぎるんですよね。で、ここで、まあ、この動画見た後でもいいねんけど、時速に関してはこの動画、定価とか割合に関してはこの動画で、アキトントンはめちゃくちゃ詳しく説明してるから、あ、速さとか時間とか苦手やなっていう人はマジで見たり、割合苦手やなっていう人は改めて時間を使って見てほしいです。じゃあ、とりあえずそういう基礎的なことが分かった上で、説明するで、その基礎が分からず
文字をやると文字まで苦手って思っちゃうんだよな。文字は苦手じゃないです。そういう人は速さとか割合が苦手なだけです。じゃあやっていくと、速さの問題で、時間を聞かれてる。時間を出すには道のり割る時速、距離割る、時速で求まると。ということで、50割る S したら時間が求まる。で、文字っていうのは分数に直せたよねということで S 分の50っていう風に言えると。ってことはこれかかる時間っていうのは S 分の50時間っていうのが答えっていうのが、分かるとね。はい、これ間っていうのは門構えめんどくさいからこうやって書いてみます。アキトントンは。で、たまに中学生でまだキハジを使ってる人がおんねんけど、このサムネ見たらわかると思うけど、キハジは中学生になったら使わないようにしといた方がいいかなって個人的には思います。どういう原理でこの公式が成り立ってんのかとかはもう理解した方がいいよ、中学1年生になったらな。で、次、定価 X 円の商品を2割引きで買った時の代金って言われたら、2割引きとか言われたら1引く割やから10分の2っていうのをしたと思うねんな。何にって言ったら定価やから、これにかける X します。 OK、 まあ勝手に省略してんけど、かける X って書いとくか。はい、かける X な。そしたらこれっていうのは10分の8になると思うねんな。1っていうのは10分の10やから、いける、1引く10分の2っていうのは、10分の10引く10分の2やから、10分の8な。 OK、 ここの計算やで。で、かけるっていうのを省略されてこうなんでな。ってことは10分の8って約分できて5分の4になんねん。いける？じゃあ代金はって言われたら5分の 4x 円っていう風に出ると。 OK、 超難しいって感じたくない？そうじゃない？もしめちゃくちゃ難しいなって感じた人は何回も言うけど、時間ができてないだけです。文字は大丈夫です。ただ時間の公式に入れてるだけです。ここ難しいと感じた人、割合が苦手なだけです。ただ数字が文字になってるだけなんでね。いける？何々引きって言われたら1引くその何々っていうのをして、その値段っていうのをかけるっていうのは教えてんねんな。OK、 だからマジでここで手を抜かずにちょっとでいいねん。動画なんてすぐ見れると思うから、この動画終わった後にでも時間のやつとか割合のやつはマジで見てください。概要欄とかにもリンク貼ってるし、タイトルで調べてくれてもいいです。はい、いける？これから先の数学っていうのはその基礎ができてなかったら絶対どこかでつまずきます。基礎と基礎が絡まり合って応用っていうのになるから、みんな応用問題できひんわっていう人は基礎ができてないだけなんですよね。今回やったら速さっていう基礎と、文字っていう基礎、二つが絡まり合ってるから難しく感じるだけ。どっちかができへんかったら絶対無理やからな。はい、じゃあ、次代入っていうのの計算を軽くやっていこうか。これはそこまで難しくないから一気にやるわ。はいはい、この問題、この5題やっていきたいねんけど、 A イコール2、 B イコールマイナス3の時、次の式の値を求めようみたいな感じでよく出てくんねんな。で、さっきちょろっと言ったけど、代入っていう行為です。これA イコール2とか B イコールマイナス3みたいな感じで、その文字イコールこういう数字やでっていう教えられる時とか、自分で計算して出す時とかがあんねんな。そしたら、あ、A が2っていうことやから、このマイナス5 A っていうのはどうなんのかなっていうのを考えてほしいねんな。で、もともと文字と数字の間には掛け算がおんねんな。マイナス5かける A のことや。で、この A っていうのが今2っていうのを教えてくれてるから、マイナス5かける2のことなんですよねっていうこと。わかる？じゃあこれ計算したら、マイナス10っていう風に出ると思うねんな。 OK、 だから答えは51はマイナス10ですよっていうこと。 OK、 そんな感じで、文字に具体的な数字を入れたりすることを代入って言います。それで同じような感じでやっていきたいねんけど、もうこれは頭の中でわかるよねっていうことで、ここから一気にやっていくで。そしたら 3A っていうのは 3×2 になんねんな。で、次、プラス 2B っていうのは 2×B がマイナス3っていうことで、こういう風に書きます。マイナス3っていう風に書くと。OK。代入するときはよく、数字が符号付きとか、なんか大きくなったりしたときっていうのは、カッコつけて代入します。はい、この癖つけて。そしたら、3×2 っていうのは6。2×-3 はマイナス6ですよね。で、計算すると0と。いける？それで、この計算たち、この計算たちは、代入とかの前の普通の式の計算やから、ここでつまずく人は前の動画とか見直してくださいね。じゃあ同じようにやっていこう。 A が5乗、つまり2の5乗っていうこと。これ2の5乗かける B の2乗、これな、マイナス3の2乗です。マイナス3の2乗で、2の5乗を自分で計算してくださいね。頭の中でやってもいいし書いてもいいです。2×2、2人が4、4×2、8、
8×2 16 16×2 で32っていう風にできると。 OK、 5回かけたら32かけるマイナス3の2乗やからプラス9になるな。じゃあ 32×9 をしますと、×9 2区18の3区27の、288っていう風に出ると。 OK、わかる？ただ入れて計算してるだけやで。はい、じゃあ次 B 分の50、分数になっても同じです。 B っていうのはマイナス3やんな。だからマイナス3分の50っていうことやねんけど、符号っていうのは分数のこの線の横に書いてください。マイナス3分の50っていうことですね。で、約分できひんからこのままで終わりと。 OK、 何でも一緒やね。もうただ文字に入れるだけです。どこにおっても一緒です。2分の A って言われたら2分の A が2やから2プラス、ここマイナス3分の6になるんやけど、2分の2約分して1です。で、このマイナスこっちにちゃんとこういう風に書かないとあかんから、少しだけ丁寧にするとプラスカッコマイナス3分の6っていう風になると。ってことは1マイナス3分の6のことで、3分の6っていうのは約分して2になるから1引く2で答えはマイナス1っていう風に出せると。 OK、 ちょっと小さくなったな、ごめんなさい。いける？これが代入。はい、今回はまあ問題を通して何が分かってほしいのかなって言ったら、文字っていうのは基本的には数字を表してる、いろんな数字を一遍に表してる、一つで表してるのが文字。 OK、 だから具体的に一つだけ入れたりもできると。はい、そんな感じで文字を使ってると思って、いっぱい書くめんどくさいから文字を使ってる、こんなイメージでいいです。で、今回の問題がまだできない人とかは違う動画を見て復習とかしてください。はいはい、今回はこんな感じです。どうでしたか？代入と式の値っていうことで、まあ基本的に文字式の使い方でみんな苦手なんかなと思う。前半の5代な文章を文字に直す、あれはただ単の普通の計算問題を文字でやってるだけやと思ってください。だから、文字が苦手なんじゃなくて計算問題な、何回も言ってるけど速さとか割合苦手な人多すぎるから、違う動画見てちゃんと勉強してください。はい、で、代入っていうのは絶対できるようになってください。ただ入れてるだけ、あとは計算、計算力はどんだけみんなが努力してるかだけなんで、もうめんどくさいな、やらんでいいかな、じゃなくて頑張ってちょっとずつちょっとずつ頑張ってください。で、自信つけてください。はい、で、アキトントン結構言ってんねんけど、一回動画見ただけで理解できる人の方が少ないと思うから、何回も見てください。動画のいいところは何回もいつでも見れること、何回も見て、何回も復習してください。そうして勉強っていうのはできるようになります。はい、ということで今回のもう一回問題と答えを貼るから自分で復習してください。で、解いた後にもう一回この動画見たらめっちゃいいと思います。はい、この動画良かったと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録してください。で、アキトントン YouTube の他にも Twitter、Instagram、LINE とかやってるので、そこの DM で、アキトントンいつも見てます、ありがとうトントンとか、この問題わかんないですとか、いろいろ送ってみてください。喜びます。はい、ということで、友達のアキトントン知らない人いたら LINE とかのグループにパーンって貼って広めてね。バイバイ。アキトントンで検索してくれたら出てくると思います。